サウスランドはアメリカ合衆国のテレビドラマである。ロサンゼルス死刑の警官たちの過酷な任務と苦悩を等身大のリアリティで描いたヒューマンクライムサスペンスドラマ。ベン・マッケンジーが主人公の制服警官を演じる。第1シーズンは NBC 第2シーズン以降は TNT により放送された。2009年に NBC は第二シーズン全13話を 同年9月25日より開始する予定であることを発表した。しかしながら8月27日、NBC はプロモーション不足を理由に放送開始日を10月23日に変更した。そして10月8日、NBC はシリーズの打ち切りを発表した。2009年11月2日、TNT は第1シーズン7話分を呼び、 第2シーズン6話分の権利を獲得した。2010年1月12日より TNT での放送が始まった。2010年4月26日 TNT はさらに第3シーズン全10話を2011年1月4日より開始することを発表した。TNT により制作費は削減されキャストも減らされた。2011年3月22日 第4シーズン全10話の制作が発表され、2012年1月17日より開始された。2013年2月13日には、第5シーズンが開始された。2013年5月10日、TNT はシリーズ終了を発表した。杉本彩が第3シーズン配信開始を前に2011年9月15日、主演のベンジャミン・マッケンジーと共に、 記者会見を行った。2013年現在、日本では、ワーナー・オン・デマンドで、字幕版が視聴可能である。2016年2月現在、amazon.com ビデオで、シーズン1と、シーズン2が、視聴可能。2015年8月からアクスにてシーズン1から、シーズン5まで、全シーズン放送され、2017年現在、リピート、放送されている。 新人警官着任三発目は、命取り女たちの待ち捨てられた泣き消えた、拳銃ウエストサイド警官の宿命。ありがとうございます。